どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、11月の18日土曜日ですね、シュプリームウィーク13ですね、やっとドロップリストが出てきましたので、そちらを見ていきたいと思います。はい。で、まあ今回コラボが何かなと思いましたら、まあ毎度定番のドクターマーチンですね。はい。ということで、まあ今回は靴だけということで、まあ商品少ないんですけども、見ていきたいと思います。で、まず、ドクターマーチンですね。シルバーとパープルとブラックですね。はい。つま先が編み込みのデザインをしたラムジークリーパーっていう商品ですかね。はい。で、お値段が31,900円。まあどうですかね、まあ、毎度定番って感じですけど、まあ黒がいいんじゃないかなっていう感じですかね、個人的には。はいはい。で、続いて、レギュラー商品ですね、見ていきたいと思います。はい。で、まず最初の1点目がショットの、シアリングボンバージャケット、お値段が264,000円ですね。もう結構かっこいいなと思ってたんですけども、結構お値段しますね。264,000円ということで、ラムレザーのシアリングショット製のシェアリングのショット製のボンバージャケットですね。はい。で、続いてが、これも結構いい値段しますね。ペイズリーのスタッティッドワークジャケットと、ダブルニーのペインターパンツですね。ワークジャケットが、99,000円。で、ペインターパンツが、68,200円と。結構しますね、これ。スタッツが高いんですかね。はい。で、続いてが、ポーラテックのジップ、ジャケットですね。お値段が29,700円。はい。まあなんかこれポーラテックなんですね。普通のジャージかなと思ったんですけど、ポーラテックみたいですね。はい。で、続いてが、ストライプのプランネルジップアップシャツ。お値段が23,100円ですね。まあこれもよくある感じのデザインですね。はい。で、続いてが、USA のジップアップフーデッドセーターですね。セーターなんですね。これが、35,200円。まあ、結構派手めな感じですね。はい。で、続いてが、ポーラテックのフェイスマスク、ハーフジップフーデッドスウェットシャツと、ポーラテックのパンツですね。ポーラテックのスウェットシャツに関しては26,400円で、パンツが22,000円ですね。はい。まあ、これもよくある。毎度定番な感じですね。はい。で、続いてが、ビッグロゴのジャガードフーデッドスウェットシャツ。これが、29,700円ですね。まあ、よくある、ロゴドンってやつですけども。これもどうですかね。まあ、結構派ですね。はい。で、続いてが、スモールボックスの LST ですね。これが11,000円。まあ、よくある定番のスモールボックスのロンTですね。はい。で、続いてが、ファックインスター社 SS トップ。これが15,400円ですね。これも結構なかなかしますね、T シャツで。はい。で、あとキャップ類ですね。レオパードの、コーデュロイキャンプキャップ。お値段が9,350円と、ハンドタイドビーニー、8,250円。と、ポーラテックのビーニー、6,050円。これ結構なんかかなり浅そうな感じがしますね、見た感じで。ポーラテックのビーニー。で、続いてがポーラテックのジップのバラクレバーですね。これが9,900円。口元がジップで開封できるようになってるんですかね。はい。で、続いてが、まぁ、ちょっとこれ一番気になってたんですが、この、ラージファックミーネオンサインですね。これハンドメイドのガラス管のネオン看板ですけど、これが出たら人気だろうなと思ったけど、なんか国内は発売がないんですかね、こちら。はい。で、最後が、ブラボーベル。お値段4,950円。魔除けの、ブラボーベル。魔除けのベルのキーチェーンですね。これも結構人気あるのかな。でも、なかなか5,000円ぐらいすごい高いですよね、キーホルダーでね。はい。ということで、こちらで以上ですね。まあ、今週は、まあ、それといってそんな、すごい、バーッと、あ、これはすげえ人気だっていう感じの商品もそんなになさそうですね。まあ、デザインはシンプルでいいとは思うんですけども。まあ、今週もおそらく買いやすいんじゃないかなっていう感じですね。はい。ということで、こちらで以上ですね。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さよなら。